こんばんは、スペガンです。今日はですね、5つあるうちの最後の5つ目の紹介になります。これが一番突拍子もなく使いづらいのかもしれないです。ロック系のとかのドラマーの方たちにとってはレガシージャズですね。まあ本当にジャズドラムです。ジャズやりたい人もこれ一択になりますね。ちょっといろいろそのロック系の普通のドラムキットと明らかに違うものとかがあるので、それもですね、紹介していけたらなと思います。じゃあいつものようにまずキックから。はい、もうこの時点で違いますね。ジャズをあんまりやられてない方に関してですが、ジャズドラムってね、キックはミュートしないことが多いです。まあ、最近の、まあ、新しめのモダンジャズとかだとそういうわけではないんですが、まあ、ジャズっていうとドラムはミュートしないで、もう本当にタムと同じような感じで足で叩く、踏む、タムみたいな感じですね。理由はまあそのなんていうんですかね、こうロック系のドラムとかだとこうこういうような、まあ、1拍目2拍目っていうのがちゃんとドーンパーンドットパーンみたいな感じでですね、しっかり、まあ、スクエアって言ったらあれなのかもしれないですけど、ちゃんと踏まれてるわけですよね。踏んだり叩かれたりしてるわけですよね。に対してジャズっていうのは基本的にこれで成り立っちゃうんですよね。まあ成り立っちゃうっていうと怒られそうですけど、まあ俗に言うシンバルレガート、まあ4ビートって呼ばれるようなのでリズムパターンがメインになってます。なのでだからスネアのロックとかでいうところのバックビートみたいな感じでこういう風に叩いたりすることっていうのが少ないんですね。でなのでキックもですね、他のタムたちと同じようなフィルイン的な感覚で踏むことが多い。こんな今フロアでやったようなことを足でやったりするわけですね。まあ低音のフィル的な部分を出したい時にキックを踏んでいるみたいな感じになるわけですが、なのでロックやポップスとかでいうとこのドンっていうような感覚じゃなくてドーンっていう感じになるので、もうジャズやりたい人しか使わないですね。これはジャズやる人でもミューティーな方がいいなっていう場合もあるぐらい、こういうノーミュートの状態のキックっていうのはなかなか使う場面が限定されるかなと思います。じゃあ今度スネアですね。はい、まあ、かなりオープンな音、まあピッチも高めですし、まあ、これもロックの人とかだとちょっとスネア的にも使いづらいかもしれないです。好みにもよるとは思いますが、まあ本当にアクセントの時にしかリムショットしないんですよね。こういう、なので、まあ、こういう音ですね。本当にジャズっぽい音がしてます。だから、まあ、ロックとかメタル系のマットな感じの音っていうのは出ないです。すごくオープンな音。で、タム。まあ、ジャズキット特有というか、もう10タム、10インチのタムですね。だからかなり音も高いです。そしてロータム。ロータムでやっと12インチ。12インチだけど、ピッチもやっぱ高めです。そしてフロア。14インチ。スネアとかとね、同じサイズですね。まあ、ロックとかだと16とかがよく使われますが、やっぱりジャズキットっていうのはですね、基本的にこう音が高めです。そしてかつ、ちょっと古いようなクラシカルな音色っていうんですかね。だからこういうのはですね、なんていうんですかね、こう全力で全部叩くというよりは、どっちかっていうとちゃんとしっかりニュアンスをつけるっていう感じになるんですよね、叩き方としては。
こんな感じで、まあ、ドラムソロとかねやったりする時とかすごくなんて言うんだろうな、全部がこうノーミュートなのでキックとかも混ざった感じで聞こえるので叩きやすかったりするんですよね。でちょっとアンニュイな感じな演奏もしやすい。あえてこの音色を使う時もあるんですけど、まあ、ほぼないですね。でハイハット、ハイハットはかもなく不可もなくですね。でもやっぱそれでもちょっと、うん、薄い感じがしますね、ハイハットが。ハイハットの厚みがなんかない感じの。これもセイビアンなのかな。こんな感じですね。そしてクラッシュシンバル。クラッシュ17インチですね。そんなにすげえ強く叩くこともあんまりないんですよね。まあこうアクセントの時とかに使うぐらい。でクラッシュ18インチですね。でライドシンバル、ライドは、22インチ、かなり大きいですね。ダークな音が鳴るようにしてるのかな。すごくライドはめちゃくちゃいい音してます。すげえいい音してると思う、ライドシンバルに関してはすごく使いやすいですね。だからジャズ、本当にジャズの練習とかしたい人はこのキットをひたすら使えばいいかなと思います。ニュアンスがね、あ、まあでもスネアも悪くないですね。まあ3点とかでやりたい人はね、普通にこう3点にして、こことかはこのタムが余るので、これなんか違うシンバルとかにしてもいいのかなと思いました。でそういう感じですかね。まあジャズはすごく難しいというか、その聞き慣れない人はまあほぼ使わなくてもいいぐらいですね。ただしちょっと興味あるなっていう人はこのサウンドに慣れ親しんでおくとですね、ジャズとかの CD 聞いた時に、あ、確かにこういうミュートされてない音だみたいな風に思うじゃないかなと思います。でサウンドとしては、その僕が今まで電子ドラム叩いてきた時のジャズサウンドとしては一番いいかな。まあ忖度してるように多分みんな思ってると思いますが、すごく音いいです、これ。ちょっと叩いてもらいたいですね。僕はエセなんであれなんですけど、本物のジャズミュージシャンの人とかも結構そんなになんか、あ、いいじゃんっていうような音だと思います。なんか電子ドラムでもここまで音いい感じのものになるんだなって思ってもらえるんじゃないでしょうかね。まあ例えばね、最近だとそのヤマハとかから出してるそのシンクルームとかでなんかセッションとかあるじゃないですか。でそういう時このレガシージャズ使って挑んでもいいかもしれないですね。まあ たまにね、ものすごいうるさい、音にうるさい人とかには言われちゃうと思いますけど、ちょ電子ドラムやっぱダメだねとか言われちゃうかもしれないんですけど、まあそれはねちょっと置いといて、でも全然こう、例えば友達のジャズミュージシャン、まあそれこそ相手も電子系のサックスとかで、ベースも電子でとかだったら、オンラインとかでマジでセッションできると思うんで、結構上がるんじゃないかなと思います。僕もなんかジャズ一緒にやってくれるベーシストとピアニスト、電子楽器で
やるジャズ募集しますっていうぐらい結構僕は使いたいですね、これ積極的に。ただなかなかね、その叩いてみた動画だったりドラムのレッスン的な動画に関してはあんまり使えないんですけど、まあ、そんな感じでですね、まあ、ちょっとついでに募集もしちゃおうかなと。ジャズのベーシストで、かつピアニストさんを、募集します。電子でねできる感じで、オンラインで練習とかスタジオに行くわけじゃなくて、オンライン上のその上でセッションの練習しようぜみたいな、なんか新しくていいなそれって思いますね。で、電子ドラムのいいところって僕はそこだと思ってます。環境が揃ってればスタジオ行かなくてできるっていうところかなと思うんですよね。なのでちょっとぜひそういうのも進めていきたいなと思います。だから例えばじゃあ実際にそうですね、ジャズのベーシストやジャズのピアニスト、別にジャズに限らずなんですけど、多楽器とオンラインで練習とかするときってどういう風になるのか、でその時使われるサイトみたいなのは本当にどこがいいのかとか、スカイプやズームとかそういうんじゃなくてもっとちゃんとできるのはどこなのかとか、でその時に APV をどうやってつなげばいいのかとか、なんかいろいろあると思うんで、そういうのもそのうちね説明できたらなって思っています。ちょっと話それちゃいましたが、電子ドラム買う人たちっていうのはロックやポップスとかメタルとか本当に最近のそういうポピュラーミュージックの人たちが多いと思うんですが、このレガシージャズに関しては、まあ、そういう人たちがですねちょっとジャズの雰囲気やジャズの練習もしようかなって思った時にすごく強力な練習音源、入門音源としてすごく素晴らしい音になってるんじゃないかなと思います。もちろんジャズミュージシャンの方でも、まあ、俺スタジオなかなか行けないから家でなんかできるものないかなって思った時に、僕は ATV、 このレガシージャズのキットを 3,40 万で買ったと思えば割と安いんじゃないかなと思います。やれることたくさん多いですし増えますし、なので僕はレガシージャズはですね、万人におすすめはしないけど、ジャズに興味があったりジャズをやってる人とかにはすごく強力なアイテムになるんじゃないかなと思いました。ものすごく好印象です。じゃあそんな感じでお疲れ。